欢迎、嗯、大家跟听猫一起练日文。今日咧要睇嘅新闻呢，系关于呢个东京都嘅新工作嘅。咁乜嘢系东京都嘅新工作啊？咁我哋就要睇下呢个来文先知啦。咁我哋一齐听咗呢个日文嘅版本先咧。嗯嗯嗯、東京都の新しい仕事を二人の高校生が考えた。東京都は職員以外の人から 新しい仕事の案を集めています。今年4月から行う仕事に12の案を選びました。この中の2つは3月に高校を卒業した長友愛理さんと安西あずささんが考えました。高校生の案が選ばれたのは初めてです。 長友さんの案は、コンピューターの AI を使ったカメラを駅につけます。カメラが車椅子や杖を使っている人を見つけて、駅の人がすぐに手伝いに行くことができるようにします。安西さんの案は、子供たちにもっと外で遊んでもらうために、 動画を作ります。何もない公園でも楽しむことができる遊び方などをインターネットで紹介します。長友さんは駅が今よりも使いやすくなってほしいと思いますと話しました。安西さんは動画を見た子供たちが

二人の高校生が考えた。東京都の新の工作は、由来の二つ高校生、高校想出来の東京都は、職員以外の人から新しい仕事の案を集めています。 東京ヘチョンギュンゴンギノイゲヤンナイソーアツメデイマスターヘリガソー4月から行う仕事に12の案を選びましたエ年4月開始ヨ選イチラジョシュンタジョ3月に高校を卒業した

車椅子や杖を使っている人を見つけて、駅の人がすぐに手伝いに行くことができるようにします安斎さんの案は、 子供たちにもっと外で遊んでもらうために動画を作ります。作动画在何もない公園でも楽しむことができる遊び方などをインターネットで紹介します。

咁咧，以上咧就系今日要睇嘅新闻啦，就系、是、关于呢一个东京都嘅新嘅计划啦，一啲新嘅工作啦。咁我觉得咧，呢个 idea 都唔错嘅，因为有时候咧，职员咧可能会有啲固有嘅想法咧，就规限咗谂唔到一啲比较有创意性咧，或者系一啲诶、呃、可能啲人会需要嘅嘢啦，或者一啲新啲嘅 idea。咁啊，可以问一下一啲职员以外嘅人啦，好似用一个第三者嘅角度去睇咧，咁啊，反而会有创作啲 好好天马行空啦，或者系一啲比较实用嘅计划嘅，唔、嗯、知大家又觉得点呢？咁啊，如果大家呢中意今日嘅新闻呢，就记得帮我订阅赞同埋分享出去啦！咁我哋下个礼拜再见啦，阿 m a d 拜拜。